東京都ではきょう新型コロナウイルスの感染者が新たに635人確認されましたまた大阪府でも感染者が新たに1050人確認されました東京都の新規感染者は635人で6日ぶりに700人を下回りましたが前の週の同じ曜日を25日連続で上回りました重症者はきのうから1人減った50人です 一方、大阪府ではきょう新たに1050人の感染が確認されました新規感染者が1000人を上回るのは6日連続です